はい、皆さんこんばんは。今日はですね、ガストンのコイン稼ぎについてやっていきたいと思います。で、僕普段ガストンでコイン稼ぎするときはコインアップと54、あの4処理になるやつを使ってるんですけど、先日ね、ライブやってるときにコメントで、僕はコインアップとタイムをつけてやってますっていうのがあって、なるほどなって思って、僕があの54使う理由って、まあなるべく早くガストンのスキルを使ってループに早く入る、早く入れば入るほどコインが多く稼げるので、もちろんそういう理由で使ってるんですけど、タイムだったらまあね、5種類になる分やっぱスキル発動は遅くなるんですけど、5秒あるから結局プラマイゼロくらいで抑えられるんじゃないかなって思っていた。膝打ったんだけど、ごめん。で、そう、プラマイゼロになるから、で、アイテム量、そう、アイテムの金額もタイムの方が800コインほど安いので、そういったところで効率でいったらタイムの方が良くなるんじゃないかなと思ったので、ちょっとね、僕プレイしてみました。で、今からね、その54の3プレイ、54使った3プレイと、タイム使った3プレイ、どっちも取ったので、今から再生します。で、どっちもかなりいいプレイです。いいプレイのちょっとね、抜粋して、まあ3プレイ続けてですけど、かなりいいプレイなので、まあそれがね、毎回出るわけじゃないですけど、まあいいところと悪いところも取れたので、ちょうど。ね、ぜひ、見てください。では、ご覧ください。
はい、いかがだったでしょうか。今回のプレイはね、本当にね、自分の中でもかなりうまくいったプレイで、1万超えがね、ポンポン出てきたので、正直、驚きましたね。はい。では、とりあえず振り返って見ていきましょう。コイン数だけ、パッと画面に出しておきます。はい。で、タイムの方のコイン数が、まあ、アイテム分差し引いて22,966 コイン。で、54の方が、アイテム差し引いて23,794 コインですね。これは、ボーナスは、なしです。ボーナス?コインアップの倍率は含めておりません。はい。で、結果で言ったら、54の方が多く稼げましたね。で、今回一番言いたいところなんですけども、タイムの方の3プレイ目。ね、1プレイ目、2プレイ目は1万超えてるんですけど、3プレイ目だけ ?7000 とちょっと低かったので、ちょっとここお話しします。で、なんで7000しか稼げてないかっていうと、まあ、プレイ見た方はね、分かってると思うんですけど、最初のね、ガストンのスキル発動に大幅に遅れました。そう。なので、7000しか稼げてないんですね。やっぱりね、タイムだけだと5種類になってるので、やっぱガストンが盤面に少ないのと、ボムとか作れないので、そこの巻き込みでの、スキルゲージ貯めてくっていうところも期待できないので、どうしても時間がかかって、コイン数が少なくなってしまうっていうことがあります。そう、この後もね、タイムのみのプレイを何度かプレイしたんですけども、やっぱり平均7500くらいかな。そのくらいになりましたね。だから1プレイ目、2プレイ目が本当に良かったプレイです。で、54の方。54の方はやっぱり4種になってるので、盤面のガストンの数が多いし、7チェーンとかでボム作れるので、その巻き込みで、ポンポンスキルがはまって、溜まって、早くスキルが使えたので、平均9000超えですね。ライブとかでもよく9000超えてると、ところを見せれてると思うので、9000は超えていきます。で、まあそういったところから、まあタイムと54比べると、まあアイテム量だけで言ったら、タイムの方は安いんですけども、稼げる量で言ったら、やっぱ54、4種類になる方が多く稼げると感じました。で、もう一つ。ね、タイム、今回ね、これやってみて思ったのが、タイムを使うくらいだったら、コインアップのみで、いいと思います。正直この5秒に1000コインかけるくらいだったらなしでもいいんじゃないかなと思います。まあやってない。僕54だけで、54じゃない。コインアップだけでね、やってないんでね、なんとも言えないんですけども、なんかそんな感じがするので、もし今タイムでやってる方はなしでもいいんじゃないかなと思うので、ぜひ試してみてください。僕は54推しですけど、そう。やっぱね、5種類ってなってくると、ストレスが溜まる。単純に。全然消せねえし、フィーバー入れんし、スキル溜まらんし。で、最初のスキル発動までちょっとイライラしながらやるくらいだったら、やっぱり54使ってスムーズに、そこは、やって、ね、気持ちよくコイン稼げた方がいいんじゃないかなと、思うので、僕は54を押してます。はい、あとはですね、54のみの方だとラストボーナスのマイツム、まあガストンが当たる確率もまあ5分の1から4分の1になるので、そこも期待できる点でもまあ54の方がまあいいんじゃないかなと思いますね、僕は。はい。で、僕もね、最近になってね、ガストンでコイン稼ぎ量、コイン稼ぎをするようになって、最初ね、もう本当にロングチェーンが苦手で、8000コインぐらいだったんですけども、54使って。まあ最近慣れてきて9000を超えるようになってきました。で、そこでね、一つね、僕が、まあ最近使ってみて思うコツなんですけど、質より量
を意識してます。質っていうのはチェーン数のことです。で、量がなぞる回数だと思ってください。盤面45をきっちり狙うよりかは、30後半とか、できればもちろん40なんですけども、30後半とかでもいいので、早くなぞって、3回目の効果時間が切れる時ぐらいに、もう次のスキルを発動する方が、コインは稼げるようになりました。やっぱ効果時間切れてからもうタイムロスだと思っていかないと、そこの 1,2 秒ってすごい大事です。そこの 1,2 秒であと何回なぞれんのってなってくるので、こんだけスキルたくさん使うと、そう、そこを考えたらもうなぞる回数とにかく多く多く多くってやってったら平均の枚数僕上がってったので、皆さんもね、ぜひ今ガストンスキル6の方がガストンでコイン稼いでる方いらっしゃいましたら、ちょっと試してみてください。もしかしたら平均の枚数上がってくると思うので、ぜひお願いします。はい、ということで今回の動画は以上になります。なかなかない、検証みたいな感じだったので、僕もちょっとね楽しみながらできたのでよかったです。よろしければチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いいたします。それではバイバイ。